こんにちは、岡田です。今日もよろしくお願いします。このチャンネルは主に女性に向けて話してます。愛をテーマに話すチャンネルです。たった一人の男性と深い愛情を作るための方法とかを話してます。愛の本質について話してるから、 男性にも役立つ情報があります。今日のテーマは男性が女性のことをどん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 好きというこの情熱を燃え上がらせるとても大事なことを話します。特別新しいことを言うわけじゃなくて、普段みんながやっていることをちょっとずつレベルをアップしていく。小さい行動の変化やけど効果がめちゃめちゃ高いことを言うので、ぜひ最後まで聞いてください。恋愛の強烈なテクニック。 恋愛しててな、相手の好きという感情を燃え上がらしたい時あるやんか。相手が私のこともっと好きになってくれたらいいのになって思う時めっちゃあるやろ。その具体的な方法を今日はみんなに伝えます。とにかく今日の内容は男性の愛情を燃え上がらしたり、深めたりするから、全ての男性に対して使える有効的なテクニックやから、心して聞いてな。投資効果心理学用語で投資効果っていうのがあんねん。投資効果っていう言葉自体の意味は、投資された資金やリソースに対して見返りがどういうものであったかって評価 することやねんけどな投資した時間や労力や気持ちに執着してしまって合理的な意思決定ができなくなったりそのものに対して思い入れが強くなりすぎることをサンクコストともいう今まで費やしたお金や労力が無駄になることが嫌で引き戻せなくなったりそのものがめちゃめちゃ大事に大切に思えてしまうことなこれは誰もが持っている人間の心の癖なのよ例えば誰かが簡単にプレゼントしてくれた高級バッグがあったとしてそれよりも自分がコツコツ アルバイトして貯めて、長い間自分の好きなものをやめて諦めて我慢して貯金して貯めて買った高級バッグの方が大事に思えるやろ絶対そっちの方を大切に扱うねんな。これは誰もが持っている心の性質やねんな。この現象、サンクコスト投資効果は恋愛にも使えるね。 相手があなたに時間や労力や気持ちを使えば使うほど、あなたへの愛情や気持ちや執着がもう増していくのよ。愛情が爆発していくわけ。この投資効果を上手に使える女性は恋愛力が高いね。投資効果の勘違い 簡単に言えば投資効果っていうのは男性にあなたへ時間とお金と労力たくさんたくさん使ってもらいましょう。使ってもらえばもらうほど彼のあなたへの愛情は増していきますよっていうことやねんな。あなたの魅力にフィルターをかけてもっともっと大きく見せることができるのな。で、これは恋愛にも使えるテクニックなんだ。これを言うとな、女性はな。岡田さん、それは無理やわ。私可愛くないし。可愛い子やから男性がお金を使って時間を使って気持ちを込めてくれるんやんか。 私なんか魅力がないから誰も私に投資なんかしてくれませんっていう女性がほとんどなわけ。私がもっと魅力的やったら投資効果が使えるのにとか言うわけさ。いやいや違う違う違う。あなた、使い方を知らんのよ。投資効果のメリットはな、誰にでもできることやね。 今絶対あなたがやっていることをちょっとずつレベルアップするだけの話やねん。だからめちゃ効果があるのよ、これ。普段何気なくすでにやってること。相手に男性にもっと私に気持ちを注いで、もっと私にお金を使ってよっていうことやと勘違いすんねんけども、そんな難しいことじゃないのよ。あなたがすでに何気なくやってることをちょっとパワーアップすること。それで男性があなたのことをもっと好きになるし、もっと尽くしたくなるし、もっとあなたのために動こうと思ってくれるんだ。僕もこの投資効果の動画を作ってる時に、 何度か何度かこれ実はやり直したの。最初は投資効果っていう恋愛テクニックがありますよっていうことで動画を作ったんだ。まあまあいい動画ができたんだけど、でも一回作ると、待てよ。 これって日常みんながやってることやんっていうことに気づいて。で、まだ全部作り直したんだ。そして2回目の動画見直したらまだ良かったんだけど、そこでまた新たに気づいたことがあってこれ誰にでもできる超簡単なことやんって、新しい気づきがあってそして2回目の動画もまだ全部作り直してな。最終的にできたのがこの動画なんやけど、ほんまに日常的な行い、振る舞いの中に相手を好きにさせる愛情を深めるテクニックがあるんだなっていうことに気づいてん。そうなんだよ。効果的なテクニック。 テククニックっていうのはすごい特別なことをするんんじゃなないんだ日常の些細な行動の中に誰にでもできるような簡単にできるようなものやねんなっていうことにめちゃ気づいてん ?2 回作った動画は全部破棄してこの動画3回目なんやけどめちゃいいのができたんよ今からテクニックについて詳しく言っていくけどもほんまにいい動画ができたなって思ってんねあそうや <laughs> これって投資効果やんかっていうことやな。時間と労力をかければかけるほど作ったもの、好きなもの、対象に気持ちがこもっていくってことや。これをあなたが好きな男性相手にしてあげようっていう話な。じゃあ少しずつ見ていきましょう。投資効果の3つの技。投資効果について理解ができたと思うので、今から3つの方法について教えていきます。3つともめちゃ効果があるんだけれども、僕の中で1位、2位、3位があるので、順番に3位から発表していきます。くれぐれも言うけれども、

最初に伝えるのは女性の喜びを増やしましょうってことな。めちゃシンプルやねんな。僕はこのチャンネルでいつも言ってるけれども男性って女性を幸せにしたいなって思ってる生き物やねん。基本的に男性は昔から提供者なのよな。自分が社会でいてきたものを利用して女性を喜ばせるねん。そうしたいって欲求が男の中にはずっと渦巻いてるの。その見返りは女性が男性を好きになってくれることやし、女性が喜んでくれる姿やし、女性が男性に対して感謝を示して 消すことが。<laughs> 男性はめちゃ嬉しいのな。これはほんまに男性がみんな思ってること。だって男性はあなたに対して美味しいものを食べに連れて行くこうとするやろ女性を口説くために楽しいデートを企画するしさ。女性のために一生懸命働くしさ。女性を喜ばすために男性はいろいろなものを投資してるのさ。その見返りは女性の喜ぶ姿を見せることやねん。女性が男性に感謝を示すことやねん。だからな、あなたかな、彼があなたのために何か投資してくれた時にもっともっと喜んであげたら、 はもっともっとあなたにさらに投資をしたくなるってことなすると彼の愛情はもっと深まるっていう話さ これでもこれって普段あなたがやってることやんか。やってない女性は今日ここで気づいて、そうか、私の喜ぶことが彼のパワーになるんだ、モチベーションになるんだ。じゃあもっと喜んであげようと思って、どんどん喜んであげたらええねんで。でもすでにやってる人が大変やと思うねん。でな、今日みんなに伝えたいことは、もっと喜び増やそうぜっていうことなんやけど、例えば彼があなたの誕生日にデートを企画してくれて、プレゼントをくれるとするやんか。あなたはそのプレゼントをもらったことにめちゃ喜び表現してると思うねんで。もうすでに精一杯喜ん ででまますっていいいうう女性が多とと思んんんけどあまり大きく大ききくく喜ももそれもわざとらしいやんか僕が言いたいのはもっといろんな角度から彼に喜びを表現するとこ感謝するところを見つけましょうっていう話な。例えばプレゼントをくれたんやったらそのプレゼントを探してくれた彼に対して喜びを表現しよう。そのデートを企画してくれた彼って優しいやんそこに感謝してあげてよ。誕生日を覚えてくれたことも嬉しいやんか。そのことだけじゃなくて普段優しい彼についてもその その行為だけじゃなくて、その行為をしてくれた時の彼の気持ちを喜んであげて、認めてあげて、尊敬してあげて、プレゼントとかデートの日だけの感謝をするんじゃなくて、私を大切にしてくれてることに対しても思いを馳せてあげてよ。デート自体も楽しいけれども、このデートをあなたという人が私にプレゼントしてくれてることに対して、私は幸せなのって言ってあげてよ。視点を変えればな、相手を褒めるポイント、喜ぶポイントって何本んぼ でも出てくるわけさだからもっと彼の行動の些細な部分に注目してあげて。毎週ゴミ出しをしてくれる彼やったら体調の悪い日もしてくれてるわけやんか。そこに対しても喜んであげて。私は重たい荷物持つのが苦手。あなたの方が重たい荷物持つのが得意。こういう関係になってくれてありがとうとも言えるやんか。 二人の関係の中をポジティブに、ポジティブに考えると、いろんな角度から彼を褒めること、自分が喜ぶこと、彼に感謝を示すことってもう無限に出てくるやんか。もう日常的なとこから。 だからそれを頑張って欲しいね今あなたが彼に見せてる喜ぶよりも全てのレベルをちょっとずつパワーアップすることでもうなとんでもなく彼が受ける印象イメージをもっと頑張ってやろうこの女性をもっと喜ばしてやろう最高に喜んでくれるやんかめっちゃ気持ちいいわこの女に投資することこの女性を喜ばせることこの子のために何かやることを俺の方こそ嬉しいって思ってくれるようになるさだから彼がやってくれたことに対してどん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 喜んであげましょう

何も直接伝えずに、ボディーランゲージとか雰囲気とか、感覚でわかるでしょって考え方してはんねん。無理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 やで。男性は鈍感やで。独身術ないで。超能力者じゃないで。あなたが思ってる10倍ぐらい鈍感やで。あなたの気持ちを先回りしたり、何かを察して、これが喜ぶんじゃないかなと思って行動することってめちゃ苦手やからな。だからあなたはしてほしいことを男性に言葉でシンプルに伝えましょう。 私デートでここ行きたいねんってちゃんと言ったらいいやん。もっとあなたと一緒におる時間を増やしてよって直接言ったらいいやん。あなたが望んでいることを明確に、シンプルに、わかりやすく伝える。それともう一つは可愛く伝えるのが大事な。男は好きな女性からこれがしたいねん、これ押されたら嬉しいねんって言われたら、あ、そうか。 これをされたら彼女は喜ぶんだと思って、それがめっちゃ嬉しくて、よし、やってやろうかなと思うのよ。男性が何もしてくれへんって思ってる女性のほとんどはシンプルに伝えてないねん。あなたの希望と願望を伝えてよ。もっともっと伝えてよ。すると彼はあなたにもっと投資してくれるようになるわ。ここで一つのポイントがある。男性にあなたの希望を伝えるときは、なぜそれをしたいのか、なぜそれが私を喜ばせてくれるのか、なぜそれが大事なのかを伝えてほしいね。 目的解決のの生き物なのよあなたがそれをしたいっていう目的と理由と原因を伝えることで男性は、あ、そうか、この子はこれがしたいからここに行きたいんだ。 だからこれをやったら彼女は喜ぶんだ。なるほどって思って、彼の目的達成本能に火がつくのよ、メラメラと。これはできるだけ具体的に伝えて。ここのデート行ってこれを見たいねん。これは昔から見たかったことやねん。ネットで見つけて生で見たいねん。だから連れてってくれへんとか、ここ行ってこの景色が見たいねんとかな。私優しい人が大好きで、優しさを感じることがめちゃ嬉しいから、私に優しくしてくれへん、まあ、これでもいいのよ。理由やんか。 どんな理由でもいいのよ。あなたがやってほしいことの理由を彼にちゃんと伝えると彼はやってくれる可能性がぐんと上がります。 あなたが男性にニーズを伝えることのめっちゃいいポイントはなあなたがやってほしいことと彼がやってくれることのズレがなくなるやん。ってことは彼がやってくれることってあなたがめっちゃやってほしいことやろじゃあこれめっちゃ嬉しいことを彼がしてくれたってことはあなたほんまに嬉しいから本気で心の底から正直に喜べるやん。めちゃくちゃ喜んであげたらええやんか。このあなたが演技でもなく心の底から本気で喜んでる姿っていうのはもう男性のもう心がもう震え上がる あるぐらい爆発するのよな。これがとてもいい循環になるんだ。 だからあなたの希望や願望を男性に伝えることっていうのはもうめちゃ重要やな。最後に改めてもう一回言うけれども、男性は好きな女性が喜んでくれることを最高の喜びとしてます。そして好きな女性からこれがしたい、これが嬉しいって言われることを男性はめちゃ喜びます。男性は鈍感です。あなたの気持ちを察する能力はありません。そして男性にやりたいこと、やりたい理由を伝えると、男性の目的達成本能がメラメラと燃え上がって、よし

はい、これです。男性のニーズをつかみましょう。これが恋愛をうまく活かす最大の秘訣やねん。恋愛ってお互いの思いやりで、双方向の愛情の伝え方なわけ。 男性は女性の喜ぶことをやってあげるし、女性も男性に喜ぶことをやってあげてほしいのな。さっき言ったように男性や女性に対して何かをしてくれたら、あなたは喜びで返す、感謝を示すことも男性へのあなたの思いやりであったり、彼への喜びを提供してることなんやけどもな。ここをもう少しボリュームアップすることが男性はあなたに投資することをさらに増やそうと思ってくれるんよ。基本的に男性は提供者で女性を喜ばせることが好きなんやけれども、あまりに一方通行に男性や女性に投資をすること、 お金を使うこと、気持ちを入れることが増えてくると、女性から何か返ってこないと男性も物足りなくなってくるし、しんどくなってくるのな。もちろん喜ぶことでも嬉しいねんで、男は。でも、喜びだけ感謝だけ言うてるだけでも、もちろんいいんだけれども、やっぱり何か返してくれる方が男性は嬉しいんやな。例えば食事をいつも男性がご馳走してるけれども、たまに女性がカフェご馳走してくれたら、これだけでも嬉しいの。あ 俺ってやっぱりちゃんと大事にされてるって男は思うのよ。いつも運転してくれてありがとうってクッキーくれるだけでも嬉しいのさ。手紙くれるだけでも嬉しいのさ。難しいのは女性って目に見えない気遣いとか男性が気づいていない理解できないような思いとか行動で尽くしてることが多いのな。男性は鈍感やからあなたの分かりにくい投資に気づかなかったりする。 特に男の人は自分のやったことを過大評価しがちやわ女性が本当に願っているのはもっと日常的な優しさやったり、小さく見える思いやりを連続でくれることを評価する傾向があんねんけど、男は自分のやった一発大きなどでかいなんか行動や行為を評価する傾向があんねんな。女性からしたらたまにそんなんされても何にも評価しませんってなると思うねんで。 ここちょっとムカつくとこなんやけど、それはちょっと置いといて、男性が何かしてくれたことに対して、女性は何かでやっぱり返してほしいのな。すると男性は女性が返してくれたことが嬉しくて、よし、もっとしようって思うものなのよ。もちろんな日々のカップル関係の中で、あなたはすでにこういうことしてると思うねん。そのすでにやっていることをちょっとパワーアップしようぜっていう話やねんな。つまり、あなたが普段彼にやってあげている愛の行為が、男性がめっちゃ嬉しいことやったら最高やと思うねん。さっき言ったように、 と女性では評価基準が違うのさ人それぞれ愛を感じること、嬉しいこと、やってほしいことが違うってことやねんな。 ここを理解してる女性は恋愛力がめちゃ高いのよ。あなたが普段いつも彼に愛の行動を示してんねんから、どうせやったら彼が最大に喜ぶことをしてあげた方が効果的やんかっていう話。さあ、そのために男性のニーズをつかみましょう。これは単純に尋ねることが一番効果がある。あなたが一番幸せを感じるのはどんな時とシンプルに聞いてみたらいいやん。あなたが嬉しいのは何って聞いてみよう。 今度は私がお返ししたいねんけども、あなたは何が一番嬉しいのあなたのために何をやったらあなたは喜ぶの シンプルにシンプルに尋ねるのが一番簡単や。そして彼の願望とニーズを理解してな、あなたはそれで返してあげてほしいね。今もやってると思うけれども、彼の喜びポイントは絶対にあなたの思っている喜びポイントと違うからな。できるだけ彼が本音を話してくれるような聞き方で、上手に彼のニーズを聞き出してください。そしてそれをあなたがたまにやってあげるね。これで彼はめっちゃ嬉しくなって、さらにあなたに投資をしようとするよ。 はい、今日はね、投資効果を恋愛に活かして愛情を倍増させるっていう話をしました。今日紹介した投資効果っていうテクニックはもう誰にでも使えるテクニックやから。そしてどんな男性にも効果がある。使いすぎってことないからバン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 使ってください。 はい、今日はここまでです。この動画が役に立ったっていう方は、チャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいです。そしてね、コメントもお待ちしてます。どんなことでもいいから、気づいたこと、思ったこと、腹が立ったこと、役に立ったこと、俺はこう思うで、岡田さんそれは違うと思うわ。次こんなテーマやってくれへんかな、みたいなことを、気ままにどんなことでも教えてください。コメントにはできるだけ返信しようと思ってんねんけど、最近ありがたいことにコメントが増えてきたので、返信が遅れてます。すいません。ゆっくりゆっくり返していきますから。最近コメント欄に長文の相談が来る ようになったのよコメント欄に長文で返信することちょっと難しいので今後はライブ配信とかして個別の質問を受けようかなと思ってますでもなちょっと僕不安やねライブ配信とかしたことなくてあんまり僕他の youtube 見えへんからライブ配信って大丈夫かななんか余計なこと言ってしまわへんかな見てくれる人おるんかな質問してくれる人いるんかな 誰も見てくれんかったらどうしようとかほんまに不安になってるのよ。多分みんなの方が詳しいと思うので、ライブ配信はこんなんがいいですよとか、なんかいいライブ配信についてアイデアとか思っていることがあれば教えてくれたら嬉しいです。はい、じゃあ今日はここまでです。僕はね、全国の結婚相談所を皆さんに紹介するホームページを運営しています。 僕が全国500社以上に直接現地取材をして優秀なカウンセラーのいる結婚相談所だけをピックアップして皆さんにお伝えしています。結婚相談所とか婚活に興味のある人は一度ホームページをチェックしてみてください。URL は概要欄に書いてます。そこで気になった結婚相談所があればそれぞれの無料相談に申し込んでください。僕の紹介する結婚相談所は無料相談に申し込んだからといって絶対入会をしないといけないとかバン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 勧誘の電話がかかってくるとかそんな一切ありません。もしやったら 僕に教えてください。僕はその時点で即刻その結婚相談所をお勧めすることをやめます。そしてもし入会した後サポート良くなかったら絶対僕に言ってください。僕は猛烈に抗議しますから。それでもサポート良くならなかったら本当に絶対に言ってくださいね。僕はあなたの味方になってあなたと一緒に返金を申し入れます。それぐらい自信を持って紹介している結婚相談所です。はい、じゃあ皆さん、婚活も恋愛も夫婦関係もパートナーシップも仕事も学びも遊びも全部頑張っていきましょう。 Bye-bye.